ジョアッキーノ・コロンボは、イタリアレニアーノ出身の自動車技術者。フェラーリの高級スポーツカーに搭載された、V 型12気筒エンジンの生みの親として知られる。アルファロメオ1581924年、製図工として、アルファロメオのポルテロ工場に着任、ビットリオ・ヤーノのもとで働き始める。1937年、アルファロメオのレース活動を代行していた、スクーデリア・フェラーリへ派遣される。 ドイツ車が設計していたグランプリカーよりも下のカテゴリーであるボワチュレットクラスの設計を任されスーパーチャージャー付け 1500cc 直列8気筒エンジンを搭載するアルファロメオ158を開発したアルフェッタは第二次世界大戦の戦果を逃れると終戦後のレースで圧倒的な成功を収め第一創設の1950年にジュゼッペ・ファリーナ 1951年にファンマヌエル・ファンジオが世界チャンピオンに輝いたフェラーリ 125S の V12 エンジン1945年第二次世界大戦後にコロンボはモデナのエンツオ・フェラーリの元を訪れ新たに発足するフェラーリ社のエンジン設計を任される両社は V12 エンジンが望ましいという共通理解を得る 1500ccV12 エンジンを搭載する フェラーリ第1号車はシリンダーあたりの排気量 125cc から 125s と命名された。ただし、コロンボ自身は図面を引いたところで一時アルファロメオに戻っており、1947年のデビューに立ち会っていない。この V12 エンジンはコロンボエンジンと呼ばれ、166シリーズ、250シリーズ、330シリーズと徐々に排気量が拡大されていき、 1986年の412まで40年近くフェラーリの象徴となった。コロンボはフェラーリでスーパーチャージャー搭載の125回一を開発するも、オノが設計したアルフェッタに勝つことができず、同僚のアウレリオ・ランプレディが設計した大廃棄量計 V12 が車内で優先されるようになった。1951年にアルファ・ロメオに戻り、 レーシングスポーツ 1900C52 通称ディスコボランテを開発した。1952年、マセラティへ移籍し、1954年から、会一に導入される2.5リッターエンジン規定に合わせて250回を設計。完成前に、マセラティを去るが、1957年に、カンジオが250回を仮個人5度目の世界チャンピオンを獲得する。 コロンボは今度はブガッティへ移籍し、直列8気筒エンジンをミッドシップに横置きマウントする斬新な T251 を開発。1956年フランス GP でデビューしたが、競争力はなく、この一戦限りの出場に終わった。1957年、メガボルトアグスタに転職し、1970年まで勤めた。1987年、ミラノで死去。 ありがとうございます。